南部高速道路は、スリランカのコロンボ首都圏とゴールマータラハンバントタなど、南部の主要都市を結ぶ、総延長 151km の高速道路。2006年から建設が始まり、2011年11月に、コッタワピンナドゥアカンが、部分開業ついで2014年3月に、終点マータラまでの全線が開通した。2011年の部分開業は、 スリランカ発の高速道路となるものである。南部高速道路は、一般道で4時間半かかっていたコロンボ、マータラ間1 6 1トルを2時間で結び、同じくコロンボゴール間1 1 6キロメートルを3時間半から1時間に短縮する。2019年にはさらにハンバントタまでの延伸区間が開通している。南部高速道路の風景。 建設が開始されたのは2006年12月で、建設資金の一部は海外からの支援で賄われた。コッター・クルンドゥガハハタクマは、日本の国際協力銀行のクルンドゥガハハタクマ・ピンナドゥアは、アジア開発銀行のピンナドゥア・ゴーダガマヤ・マータラ・ハンバント・タは、中国輸出入銀行の支援を受けている。道路交通情報提供システムは、国際協力機構が資金を提供した。 将来的には東部のバッティカルアへの延伸も計画されている。工事にあたっては約1300世帯が移転した。このうち550世帯には新しい土地と家が提供されている。2011年11月27日、南部高速道路はスリランカ発の高速道路としてコロンボゴール間で部分開業した。完成した高速道路は4車線からなり、 混雑する海岸沿いのルートを置き換え、移動時間を大幅に短縮することが期待されている。2014年3月15日には、残るゴール、マータラ館が開通している。2019年には、ハンバントタでの延伸区間も開通した。建設には、日本の建設会社体制建設も関わっており、同社は、この高速道路の建設を題材とした30秒の、 アニメーションからなる企業イメージ CM スリランカ高速道路ペンを公開している。この CM は制作コミックスウェーブフィルム監督新海誠によるものである。ありがとうございます。